おはようございます。タイ3日目です。今日はね、朝からめっちゃ暑いです。昨日飲みすぎたせいでちょっと頭痛いですけど、はい、今日もこのちっちゃい台で頑張っていきたいと思います。今日はね、もう朝からめっちゃ暑いですね。まあタイという感じです。まあ子供たちはね、とても楽しそうです。はい、練習するで。こっちからおいで。後ろから攻撃振って、そう、手伸ばして。手伸ばして。お調子。お前、強いボール。ナイス。はい。ナイス。はい。セボル。はい。何回にするの、マジ。はい。はい、昼食の時間です。ね、なんともいないこう香ばしい匂いがしますね。こちらの料理は。はい。今日はゆうたもちょっと慣れて食べ出しています。じゃあいただきます。はい、バイクでちょっと散歩に来てます。ここが、妻が通っていた学校ですね。すごいですね。こう、学校ってこう、なんていうんですかね。こんな感じなんですね。すごいな。なんか、お寺というか、すごい豪華ですね。でちょっと今、なんかお菓子とかを買いに来てます。猫ちゃん、かわいい。猫ちゃん。ああ、うん。あんな、ここにいるって、ほら、かわいい。まあ、お菓子とかジュースとか、お酒とか、ちょっとしたものがね、揃ってる。まあ、コンビニみたいなもんですよ。ローカルコンビニ。どうした？優しいね。めっちゃ可愛い。はい。はい。バイクで田舎道を走ってます。気持ちいい。気持ちいいね。
タイはずっとこんな感じのね、感じが続いてますね。家がポツンポツンとあって、なんかこう人と人との距離がまあとにかく遠いですよね。密集してないというかね。あ、居心地がいいですよ。家がありますね。犬が寝てます。引かれへんのかな。いい絵ですね。ゾウさんの彫刻があります。これがですね、我が家へ続く道です。はい、至る所にね、バナナがなってるんですね。食べれます。あちこちあるやん。あれバナナの木やで。前は妻と翔太が、もう緑のバナナが黄色くなると食べれんんで、これ全部バナナや。はい、到着です。はい、これからトゥクトゥクで直立場まで行きます。家族5人がトゥクトゥクに乗っています。運転手はおじいさん。Thank you.
本が20個ぐらいだったんで、結局、全員1枚で出したの。まあ、いろんなものあるんで、ざーっと歩いていきたいと思います。距離、タイの市場なんか、YouTube 探せば、山の上に出てくると思うのが、別に珍しいものでもないかもしれませんけど、男性が僕のこと見てもらってます。ますけど、まあ、南は、ね、観光客で混んでるだけで、地元の人だけでこんだけ人がおるっていうのは、なんかいいですね、外国人みたいな。スーパー、スーパー、60円。やられた買い物、エビ、15円。30円。タピオカ。
ね。おお、香ばしい。見てから。わ、調理したと思う。なんか。上達したとは思ってましたけど、やっぱり現地の人の言葉はあんまりわからないです。単語単語はね結構聞き取れるんですけど、まあ、文の意味までってなるとやっぱ難しいなと。あの今 何について喋ってるかがわかれば結構わかるんですけど、まあ脈絡もなくバーって喋り出してるのを聞くとやっぱりわからないなと。いやまだまだこれから勉強せなあかんなというところです。明日、僕の試合がね9時から、第1試合があります。僕、第1グループ、第1シードだと思うんですけど、1グループの1試合目なんで、まあ、第1シードのパッキンやと思うんですけど、はい。だから多分、9時から一番強い人と多分当たるはずなので、頑張りたいと思います。それでは、ここから寝て、明日の朝頑張りたいと思います。おやすみなさい。